チンアナゴ、ありがとうございます。フィルターで変えれるかな。今日ね、雨すごい。サブロー、サブロー元気ですよ。13日の金曜日、なんかメロディー違う。テテ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 だよね。チェ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 。今日13日の金曜日ですよ。すごい。13日の金曜日。今週はチェ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 。やほやほー。13日の金曜日っていう歌かわいいよね。明日徳島あるのかな。徳島公園。今日は軽めかな。何がかな。無事です。あ、明日香川でした。明日は香川でした。こんばんは。うん、香川でしたよ。確かに帰れないかもしれないよね。ゆうりさん、タツノオトシゴありがとうございます。帰り道は遠回りをしたくなるよ。ポスターさん、花束ありがとうございます。うどん食べたかった。筋肉さん、なんだっけこれ、でありがとうございます。ブログ見ました、感激でした、これからも応援したくなりました、ありがとうございます。そう、今日ブログ公開される日なのでぜひ見てください。今日の髪型は特にポイントはなくてですね、ただの一つ結びでございます。
寝台列車って何ですか？床台列車？床？寝台列車？床ってなんだ？なんどこから出てきた？何台列車だ？寝台列車。あ、寝れるやつってこと？ありがとうございます。ぜひ来てください。瀬戸内。ね、ランダムメールサラだったみたいで、なんかピンのやつでした。みんなサラのところに来たのはなんかももちゃんとピンが一緒っていう話が来ました。あ、二つ結びみたい。あ、ももちゃんのやつ一緒だ。食堂車初めて聞いた。ホスターさんハートありがとうございます。新幹線でご飯食べれてんね。でも今も食べれるじゃないですか。どういうこと？食べた、今も食べてるくない？普通に食べてるよ。今日も可愛いねってありがとうございます。新書、わかんない。サラは聞いたことないけど。ホスターさんハートありがとうございます。全部夢のまま。そうそう、新幹線で食べますよ。ビュッフェがあった、いいな。サラも、もうないのかな。サラもさ、その時代に行きたかったよ。行きたかった。ビュッフェってサラ大好きだよ。そう、自分で切りました。じゃん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 じゃじゃん。ひろゆきさん、初見さん、ありがとうございます。浮かれた気分のせい。今日はまっすぐ帰る。何気に何気に歌って一日中乃木坂歌さん歌ってますよ。サラ今日は何聞いたかな。今日はね、何聞いたかな。1日20曲ぐらい聞いてるので、もう何聞いたかも思い出せ。あ、今日はあれ、今回のカップリングの、あ、なんだっけ、やばい出てこない、コンパスのやつ。タンキシェー、そう、メンバーとビュッフェ食べながら移動したいよ。サラもしたい。なんだ、ほうれい線、ほうれい線、瞳。おー、でもなんかちょっとアニメっぽい感じか。ビュッフェ食べたい。シャラも、こんばんは。ショールーム前の方が良かった。ホスターさん人でありがとうございます。髪型前とどっちがいいと思いますかね。13日の金曜日
漢字がわからん。タカじゃないよね。あ、錆びた？え、錆びただよね。錆びたコンパスか。そうだ、錆びたコン。え、これ錆びたって読むんですよね。ヘラツグさん、チアナがありがとうございます。錆びたコンパスか。メロディーが出てこんだ。前髪のうち、普段はね、メンバーに比べたらそこまでではないけどね、結構気にしてるようになった。アナゴ飯食べたさ。それな、食べたさ。あれ食べたい皿、何だろう、何食べたいっけ。エンチャーさん、ハートありがとうございます。なんかね、あれなんで、鶏のね、中華っぽいやつ。こんばんは。かわいいって、ありがとうございます。雨大丈夫？うん、大丈夫。こんばんは。大丈夫ですか皆さん。読めないけど、バンバンジー。夕飯は配信の後の、もう食べました。工程の話ね。さらさ、髪型さ、姫カットっていうのにしたいんですよ。姫カットっていうさ、髪型知ってます？なんかね、ここぐらいまで全部切ってね、平安時代のね、お姫様みたいにするんです。あ、油淋鶏でした。油淋鶏、なんか姫カットって言って、なんかね、ちょっと今なってるんですけど、あ、ごめんなさい、ちょっとボッサボサです。なってるんですけど、こうちょっとこう、ここ平安時代のお姫様みたいになるんですよ、ここだけ切って。おもこいの頃に、あ、そう、一時期マイハさんがなってまして、可愛かったね。ももっこがね、あの、それのたま、そう見えただけかもだけど、ちょっとぽかった。そう、そう、十二一重ですとか言って姫カットにしたいんだけど、ちょっと考えてます。はぁって、なんで、いいじゃん、いいじゃん。そう、サラナゴになりたいです。そう、サラナゴ。そうそう、ももこがちょっとそれっぽかった。あきまーさん、金魚すくいありがとうございます。メカットボールとかも可愛いね。可愛いよね、歌唱力。確かに。でも歌唱力さ、もうちょっとさ、ここ伸ばしてさ、ハーフツインにしようかと思ってる。そう、雨半端ないんですよ。でもどうしようね、今日瀬戸チャレなくなったよね。今日の
今頃はパセリミニタイライナが出るイベントに、そうショックだ。雨ね、でも全然部屋の中にいたらね全然わかんないんですよ雨。そう、さっきねレッスンだったんですけど、こんばんは、めっちゃね先生にね2期生の雰囲気が良くなったって言われました。ね、ハーフツイン歌唱力いないですよね。そう、だからやりたい。お疲れ様で、家がそれは関係ない、大きくないですよ。こんばんは、メールかな、届きました。はらちゃんが雰囲気よくしてると思う。いや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 、そんなそんな、やらなきゃ。休憩時間とかみんなで話すようになりました、なったって言われました。2期生の一体感出たのか、そう出たかもしれないです。こんばんは、こそば、ピーヨコちゃんマーさん、人でありがとうございます。そうよ、触覚揃えました。みんなが話すようになったって言われました。こんばんは、9月12日に向けてさらに一体感を醸成したいね。まあ一体感出したいですね、確かに。9月12日ね、埋まるか心配だ。そういい雰囲気になりました、2期生。めっちゃね TGC イベントのおかげだなって思ってます。今日は清楚感じ、そう？私はいつも清楚ですよいつも清楚。なんかさ、歯白くない？さっきの、あ、やばいやばい、歯めっちゃ白いことになってた。なんか休憩時間とか一人一人でいたのが、まあ、一人一人かわかんないけど、そう すごい少人数ずつとか一人一人でいたのが話すようになりました。9月12日はみくりんさんの20歳の誕生日なんだよね。そうなんだ、すごい、20歳か、幼かったのに20歳なんですね。今日も髪型決まったよねって、ありがとうございます。サンプラザ行くねって、ありがとうございます。グループとかはないんですけど、まあみんな喋らないみたいなグループとかはないんですけど、そんな固定のグループみたいなのないんですけど、なんか静かみたいな感じ。さあちゃんはどんな20歳になるんやろ。そら、まあ自分的には痩せてたら嬉しいです。あとはもうどうであれ痩せていてほしいですね
こんばんは。そう、リコチはめっちゃ声をずっとね、楽しかった。楽しい感じだった。もうキャーみたいな感じ。そう、それも先生が言ってた、まあ、先生が言ってた、なんか誰か一人はめっちゃ一人でなんか騒いでて、誰かはあ、そのそれ以外のみんながシーンって感じだったからみたいな。リモーステレビの企画の、うん、でもあのグループはなんか近くにいた人とかでも決まってるので、そんなあれですかね。スノーマンさあちゃんでいてねって、はい。ピーユコちゃんマンさん、だるまありがとうございます。今ぐらいがちょうどいい気もするけど、アイドル細いの、サロはもう超細くなってみたい。一回なんか TikTok とかで出てくる、なんかなんて言うんだろう、なんかもう折れそうなくらいガリガリで不健康そうな足が細い感じになってみたい。一回になってみたい。そんな言うの。キブ PH さん、はい、ありがとうございます。そう、不健康そうぐらい、細い足になってみたい。48グループと誰がいそう、みんなの足がよくわかんないんですけど、あ、マイキューさんくらい。マイキューさんくらい細くなってみたい。はあ、マイキューさんになりたい。今日ね、マイキューさんとね、あのドアですれ違ったんですけどね、もう可愛すぎてね、もう顔隠したくなりました。もうほんまにね、もうさら、マイキューさんの大ファンなんですよ。もうね、可愛すぎてもうやばいですよ。本当に可愛い。いや、もうマイキューさんがもうそう、ちょっと自分がそうちょっと恥ずかしくなりました。可愛すぎて。そう、可愛い。いや、でも会ったって言ってもなんか、あ、ごめんなさい、ディップ飲みます。会ったって言ってもなんか別に会ったっていうか見たぐらい、なんか、あ、なんかお疲れ様ですって言ってたんですけど、それくらいだった、一瞬だったんですけど、可愛すぎてもう、いや、でも距離的には結構近くて、もうマイキューさん可愛すぎて、もうお話し会行きたい。グイグイ、いかん、いかないかも。いか、なんか隣にいたら話したいこともあるんですけど、今日はなんかそういう感じじゃなかったので、そんな無理です、無理です。そう、舞い降りてね、来てくださいました。いや、マイキューさん本当に天使ですよね。もう可愛すぎる、本当に可愛い。通称頼もうかな。サラちゃん、ヤッホーヤッホー。あとね、いや、マイキューさんがもし写真集を出されたら、
もう100冊買いますもん。クソ降臨降臨。すっごい可愛い。いや、それマイキューさんになんか会いたいんです。会いたい会いたい会いたい、なんて話したいんです。話したい、認知されたいんですけど認知されたいけど、もうそれを通り越してマイキューさんになってみたいです。さらそう、もう可愛すぎてなってみたい。そう、100冊買いますもん。かわいいよね。認知あるかな。認知あるかな。しーちゃん髪型めっちゃかわいい、好き、ありがとうございます。まるさん、そうそう、ミリタン泊まりに行ったってすごいよね。大丈夫かな、認知されてるかな、大丈夫かな。あ、そういえばさ、連絡先さ交換していただいたんですけど、確かの確か交換していただいて、なんか LINE したことあったんですけど、さ、そういえば LINE 消して、なんか LINE 消したん、消してないや。あーあーあああ考えたことなかった。今思ったら先輩方の LINE 今一人もいない。ああ、おじささんも、私、え、 LINE ないよ。ああ悲しい。かわいい。まさぴょんさん、まさぴょんさん、チンアナゴありがとうございます。あー、やだー。いや、携帯壊れ、え、嘘ってこと？ずっと携帯壊れてないけど、壊れてはないんですけど、携帯はうっかり清水だ。マリさんさんもだし、悲しみ。消しちゃったって言いにくい。え、違う違う、消したっていうのはマイキューさんを消したんじゃなくて、違いますよ。私が LINE アカウントを、 LINE アカウントを消したから、もうつながってないっていうことです。 LINE アカウントを消して、消したからです。マイキューさんの LINE を消したとか、そんなわけないじゃないですか。だから別にあれですけど、私が自分のアカウントを消したってこと。そう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 、そういうこと、そういうこと。自分のあれを消したっていう意味ですよ、もちろん。自分の LINE のアカウントを消したんです。なんでや。闇どういうこと。消してもいいよ、問題なし。なんでどういうこと。消してもよくない。そうそう、アカウントっていうことですよ。マイキューさんの連絡先を消したわけないじゃないですか。ハニャースダイさん、なんだっけ、別の年がありがとう。そう、別のアカウントを早期して新しく作りました。お仕事の連絡は、いや、あの、消して新しく作りました。
ハニャースナイさん、回ありがとうございます。やよぐよくなんで知ったん。めっちゃ知っとるやん、 LINE。 やよぐよくメンバーみたい。ミータに教えてもらってないです。いやちょっとなんかちょっと申し訳ないですね。同期のメンバーから紹介連絡先もらっててね。いやちょっと申し訳ない。メンバーの LINE 事情教えてください。教えません。この子は LINE の返事が遅くてとか、アイコンを毎日変えてみたいな。教えません。俺新しいアカウントまだ聞いてないから、やめてくださいよ。やめてください。誤解されるじゃないですか。自信と癖はないですよ、全く。可愛いってありがとうございます。マイケルさんのものはね、できん。真似するあれがよく見当たらん。通知がめっちゃ溜まってる子とかいそう。LINE教室開いて何番目に誰を教えんよ。いやー、前で交換してた先輩に教えてもらいながら新しい先輩も、でも申し訳ないな。クエスチョン、どう、手とかありますか、クエスチョン。何があったの、あざと可愛いの狙ってるのがバレたとか。あざと可愛いの狙ってるの、どういうこと、どういうこと。誰が返事遅いの。別に遅い人いないかもしれない。こう、教えても全くすからな、この子ってな。え、でも消したことにも気づいてないかもしれないですよ。既読つかないって見せちゃう。いやー、いないよ。タワーが返事さ、有名やった。なんで知ってるの、リンクも。そんなん分からんよ。第4回歌唱力は出ます。かわいい、ありがとうございます。こんばんは。なんか自分で言ってて、いやでもサラも常に100ぐらい LINE 溜まっとる。常に100ぐらい。ケイタちゃんどうなんだろう、出ると思うけど話してないよ、歌唱力の。もう最近イケめっちゃシーミーって来てくれる。今日もめっちゃ来てくれた。どんな曲、今はね、まああんまり私はカントマネージャー、2期生メンバーとかはもうみんないますよ。
シニーって方は基本ずっと来てるってこと。基本ずっと、まあでもそうかもしれないね。今年とかから花火大会には行けた？花火大会には行けてないけど、花火はしました。 STA で歌唱力を独占しようね。頑張ります。浴衣の時？浴衣の時ではないよ。メンバーラインむしろ、いやメンバーラインね、びっくりすることに1ヶ月くらい動かないですよ。メンバーラインね、そんなね、あんまりね、メンバーのそのライングループは本当に1ヶ月ぐらい話せないことが多い。でも最近はその TGC だったからTGC だったから、そうなんですよ。そう、よく会ってるからかなんですけど、そう、まあほぼ毎日会ってるのでね。でも学校のグループラインも動かない。動かないです。グループラインあんまりなんか動かない空が入ってる。メンバーライン集めたい。ダメ、絶対ダメ。そう、合ってるから。そう、みんなねこちゃで刀剣太郎くんさん、ファイト、ありがとうございます。ああ、よく会ってるというより誰かから反応がないことを抑えて、よほどのないことメッセージを書く。でもね、人数が多かったらね、なんか反応がないかもって思うよね。それさらだけいない、村重さんじゃん。どんなら良くなる。普通に楽しい話をももちゃんとかとしてます。普通に何の話してるかな。楽しい話をしてます。村重さんのお宅のグループラインは動くときえぐいほど。そろそろ入りたいよ。LINE でオタの話、ファンの人の話、ファンの人の話あんまり、でもでもなんか別にそのショールームがとか、なんだろう、その STU じゃない話してるかも。なんか推しの話とか、普通になんかアニメとか、バンドの話とか、なんか食べ物の話とか。あいつ DD じゃけん、そんな話してないよ。そんなこと言ってないよ。とか、そうそう、言ってない、マジで言ってない。なんかブブとか、うぶぶって、うぶぶっていうさ隠し方初めて聞いた。
萌太郎さん、ハートありがとうございます。さあちゃんの推しは気になる。さあちゃんの推しはまあたくさんいるんですけど、さゆりんごさんです。萌太郎さん、ハートありがとうございます。あとペイちゃんさんも好きです。ペイちゃんとか、あとはペイちゃんさんとか、あとは誰だろう、でもカインちゃんももう好きな、カインさんも好きなんですけど、今回桜エイト外れちゃって悲しいけど、どこに行っても見つけます。ユーチューバーさんだと、あ、最近さパパラピーズさんをさ、そのコラボ AKB とコラボしててびっくりした。あとね、誰だろうね、あとは誰だろうね、あーでもサラはあれですね、あのカトシさんマジでめっちゃ好き。カトシさんが好きすぎて一日中見てる。サラインチケットするだけ。本当？デーデーっていうやつ、そうデーデーかもしれない。あーベミホちゃんかわいいよね。サラさ何年も前なんだ。え、なんかちょっと前にさ、なんかあごめんなさい、なんかコンビニローソンかなかどっかでなんかそのくじの裏紙に写真がついてるみたいなやつ、あったの覚えてないですか。裏紙なんかくじのなんかくじのなんて言うんだろう、その引いた紙がなんかチェキみたいになってるみたいなやつ時があったんですけど、その時ベミホさんがな、いつの話だろうこれ、 1,2 年前か、あ、2年前の春なんです、春ぐらい、うん、ローソンなんか2019年の春ぐらいだったに、そうベミホさんをあれに入れてました、ずっとスマホの中に入れてました。なんかあった気がする。こんばんは。2年前の春、え、あったっけそういうの。え、なんか入れてたんだよね、なんか混ざってるかも。でもくじ引いたらさ、なんかそのくじの裏がチェキみたいになってなってるやつ、いやあれはペイちゃんかな。え、あそう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 、欅とひらがなの、そう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 、ひらがなの、そうそう、なんかねくじの剣みたいなのが可愛い感じになってるんですよ、なんかチェキみたいな感じになってて、それでなんか普通になんかそのレジンのところにいらなかったら普通は回収なんですけど持って帰ってもよくて、そしたらそのいっぱいその回収用の、あ持って帰っていいんですよ全然、箱のところになんかいっぱいあったけん、えって思って、サラは引いたやつは違ったんですよ、だからそのだからいっぱい探しました。だからサラさ昔のさあれがあれでさ、欅ってかけ、そうさあれ選ばせてもらった、サラ選ばせてもらえんくて、その回収のところからもうどうせ捨てるんだったらあれもらっていいじゃない、なんかさこうやってなんかこういうゲームがあったの覚えてないですか、なんか欅ってかけないでなんかなんだっけ、なんかこの手をずっとやるみたいな、その手をやる時の
藤吉かりんさんがね、かわいい。なんかこんな感じになったのがかわいかった。ふくみちゃん、あんまりよくわかんないけど、長尾姉さん素敵だね。ねえ、素敵ですよね。かわいい。コンビニでバイトしたらもらい放題だなって。いいなー、サラムしたい。乃木坂のくじ、乃木坂さんのくじね、それやったことない。でも乃木坂さんのメンバーは全員言えますよ。乃木坂のメンバーさんは言えるっていうか、今言えるかわかんないけど、あれ何、全員顔見て名前がわかります。セブンイレブンの一番くじ、ヒロアカをやったら継承。継承、継承か。なんかでもさら、ヤクネバねえ、ヤクネバねえ、なんかユニバのトガクのゲーセンにあるあれで一番くじやったんですけど、ヤクネバなんかそれも軽症だった、軽症くらいだった。2、3回しか、 2,3 回めっちゃですね。こんばんは。秋元真夏さん、ももちゃんがヤクネバ好きなんだっけ。ももちゃん、そうなんですか、わかんない、話したことない。ヤクネバ知ってるか。ああ知ってますよ。お家にヤクネバグッズいっぱいあります。ワンピースくじ1回目で A 賞出た時は、あ、それは枠ね。めっちゃうまそうだけど正解。いや不安じゃないよ。だってさ、それさ、いや不安じゃないですよ。でもなんかめっちゃさ簡単な質問だったけんさ、何かの引っ掛けがあるのかと思ったけど、不安じゃないよ。1個前は桜井玲香さん、不安じゃないよ。マジか、お話し会で話そう。うん、まあしたらね、妹がね、ヤクネバめっちゃ好きでね。そうなんですよ。つらっこは通り部、あ、昨日も見た。昨日見ましたよ。東京リベンジャーズね、みんな好きよね。パリピの妹、そうそう、パリピかは分かんないですけど、クールな。マイキー好きです。結構アニメ見てますよ。結構見てるかもしれない。今日もののけ姫見るの？もののけ姫？そうなんですか？自分途中から見たら詳しい内容、あ、自分も詳しい内容わかんない。自分わかんない。今日もののけ姫かな。この中に LINE 消しちゃったからって、もう一回先輩 LINE 連絡先聞くの日よってるやついる？いねえよな。どういうこと？
ヒロアカはトドロキくん派です。そんな見てないからわかんないんだけどね。ちょいちょいしか見てないよ。姫ね、わかんない。なんかさ、あ、そうなんですか、全然わかんなかった、ごめん。そう、全然詳しくないからわかんないよ。でもガチで昨日も見ましたよ、これはガチ。今何、なんか最近さ、なんか高知県の話あるじゃないですか。なんかもののけ姫系で、なんだっけ、なんかさ、もののけ姫系で今やってる映画であるじゃないですか。映画でそれを見に行きたい。こんばんは。なんかね、あ、そうだ、なんかね、そうそう、竜とそばかすのキスってやつだ。そう、それはね、見に行きたいんですよ。行こうかと思ったけどね、雨降っちゃったからね、迷い中。隣のトトロと、あ、キスじゃなかった、竜とそばかすの姫。こんばんは。今のところ、そうやね、まあそうやね。こんばんは。そう、なんかコーチがあるらしい。こんばんは。ヒロアカの映画めっちゃいいから、行きたい。夕飯食べました。声がやっぱ似てますか。似てる。ジブリ作品の中で一番好きなのは、一番好きなのはね、ジブリ作品はね、結構見てきたんだけどな。でもね、魔女の宅急便とか、あ、千と千尋が好き。いや、千と千尋しか勝たんよ。千と千尋めっちゃいいよね。ナウシカ見たことない。こんばんは。君しか勝たん。それあんまりアニメ詳しくないからわかんないです。
メは詳しくないけど YouTube と YouTube の話と TikTok の話は悔しいですよ。詳しいですよ。なんちゅうおわびだ。プリキュアもね詳しくないです。あんまりわかんないから。あ、そう、これ雨の音。休み時間を費やしまくってる時ある。あとはね、あれの話も分かるよ。ドラマの話も分かる。カイカイさん、チンアナゴありがとうございます。あ、 TikTok、 そう、ひなさん始めましたね。可愛かった。彼女って感じ。あざとかわいいって感じでしたね。え、雨強い。事につられました。イエイエイ。もや太郎さん、金魚すくいありがとう。でもサラは TikTok よりもインスタがしたいんです。知らぬ間に。てっきり詳しいのはブラックホールとパラダックス。詳しいのは YouTube と TikTok です。インスタもです。インスタしたいな。うん、マイキチってもうマイキチめっちゃ知ってるよ。タムキチ似てるよね。いや、インライはなんかね、美白機能がなさそうだからね。ダブルタップでいいねつくの最近しました。いや、でも知ってるだけで偉いよ。でもあれですよ、最近 TikTok ね巻き戻せるようになったんですよ、動画。こんばんは。スミサラが一番本音で語れる SNS。 本音で語る。でも語る。でも語る系だと Twitter しかなくないですか。あんな場合やっぱり加工機能多分ないですよ、美白機能。こんばんは、こんばんは。あ、メールかもしれない。インスタ始めたら、じゃあメールかもね。自撮り、でもサラは自撮りよりも風景が好き。風景を載せたい。誰のインスタって感じに。遊びに来たよ、ありがとうございます。ミキセツイッターされて、いやちょっとなんかちょっと乗せすぎたら申し訳ないので。いや、最近は長文じゃないです。メール、インスタだとおしゃれな投稿をたくさんしちゃう。わかんない。どうだろう、行きつけの場所がバレるじゃん。あー、でもそっか、プライベートでないから、そういうのに気にせえのか。お空の写真にメッセージ入れたら OK です。わかんない、わかんない。将来はインスタグラマーになる。将来はどうだろう。どうなるだろう。トイプードルとか飼って。そう、嘘嘘、トイプードルとか買って、私巻くろっかな。
高級バッグと一緒にワインと高級バッグとトミーヌードルのせまくろっかな。毎日メールありがとう。いやいやこちらこそでも将来はその STU 卒業したと辞めたとしてインスタとかやらないですね。そんなインスタグラマー系のインスタとかはやらない。友達とかは分かんないけど、とはもしかしたら憧れてる。いやーそうそう、ハッシュタグ港区女子みたいなそうサブちゃんに聞いた。でも名前もめっちゃなんかおしゃれにするんよ。サブローとはもう真逆の何にしようかな。港区女子あるある、タワマンあるある。名前何にしようってかかってないから、買わないから買わないですから。インスタしたいな。ジローくんかわいいかも。でもシリーズプロが港区女子になったら後ろ感動する。港区女子でもさ、サラ港区女子さ似合わんくない？でもさ、なんか顔的に似合わないなって思ったんですよ、そういうの。お菓子作った。お菓子ね全然作らないんですよ作ったことないんですよ。もしパンダの赤ちゃんに名前つけるとしたら、リンリンそれ以外思い浮かばない。立派になったなって思うと思うんだ。わかんない。どんなカーナルに合うんだろう。うん、あれ、サラピとかめっちゃ似合う。なんかサラピとか、誰だろう。わからん、思い浮かばんくらいしか思い浮かばんね思い浮かぶ。なんかトイプードルトイプードルさ、なんか写真に載せてそうじゃないめっちゃさ高級そうなさ、似合う。なんかそう、牛乳寒天が得意かも。あーみほりん、確かに。でもなんかみほりんはなんか、いやみほりんは似合うけど、なんか自然が好きそう、森みたいな。森が好きそうじゃない？なんかみほりん森のなんか 木々が好きそう。木でできた家みたいな方がさ、ガラス張りよりもなんか木目調の方がみほりんは好きそうだから、ならないと思う。なんか、違う、森というか木目調って感じ。ミハリンは、いや、さやかりんも木目調って感じ。さやかりんも木目調って感じで、あと誰だろうね、あと誰かおるっけ。ももちゃんはガラスかもしれん。あ、違う、これはあの性格とかじゃなくて、その住んでそうな家の素材の話ですよ。そう、
住んでそうな家の壁の素材の話。おうちゃんはガラス、サイクルは木目調。木目調って感じ。いや、ガラスっていうか、なんていうんだろう、ガラス、なんていうの、なんじゃろう、なんて言ったらいいんかわからん。あ、コンクリ打ちっぱなしみたいな。そう、コンクリ打ちっぱなし、なんか 3つとも全部おしゃれなんですよ。ガラスとコンクリ打ちっぱなしと何があるっけ、木目があって3種類。真っ白な壁？マイキューさん、わかんないけど。そう、そう、2期生で言っていくと、そう、空は何っぽいですか？木と木目とガラスと、あ、3つともおしゃれなことに変え、木目とガラスと何があるっけ？なんて言った今、コンクリ打ちっぱなし、レンガ、レンガ嫌だ。お久しぶり、お久しぶりです。イズちゃんカート、イズちゃんって誰ですか？思うくらいショートップさん。あ、そう、これここ切ったんですよ。髪は長いんですけど、こうショートっぽい。わかんない、ベニヤって何？ガラス、いや、サラは木目が好き。この中だとウッド調が好きかもしれない。イメージできない？いや、ソラはこの中今喋りながら、自分が住むならウッド調かなって思っとった。ウッド調で大型犬を飼って、ヤギってを飼って、ヨダさんの家みたいな感じにしたい。ヨダちゃん、ヨダさんの実家みたいに動物園っぽくして。あとはピットブルとか飼って、ウサギも飼って、ゴンゾウくんも飼って、ゴンゾウくんも飼って、あ、でサブローを弟子入り。そう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 、でなんか時々山からイタチが降りてきて餌をあげるみたいな。まるでハイチの家、確かに。そう、木目調、そう、それがサラの理想で、毎日近くのスーパーまで車で20分かかって、もう木々で覆われてるっていう感じ。そう、あとはもしくはもしくはあれ、なんだっけ、思い出せん、樹海に住む、サラ。樹海って知ってますか？なんか、その森の中にポツンってあるんですけど、村みたいなのが、樹海に住んで、樹海とか、あとなんか種子島とか種子島とか淡路島とか、そういうの、そうそう、樹海とかとか、あとは、あとは、まあそんな感じですかね。まあ
あれですよ、港区女子とは真逆です。じゃあ屋久島に住んで韓国とか近いので韓国に行きます。いや、そう、最近ね、あ、最近じゃないんですけど、福岡県に行ったんですけど、博多の街が好きなんですよ。めっちゃ好きでね、あれ、行きたい、住みたい。アウトドア好きなのね、アウトドア好きかもしれない。ね、ソロめっちゃ好き。糸島行ったことない、行きたい、ブランコ。住みたいかな、どこに住みたいかな、この中でベッドタウンに住んでる方いますか？ベッドタウンに興味があるんです。興味があるというか、どんな感じなのかなって、朝早いのかなとか思うんです。リンクをよくインできた、さあタイ行きたい、ベッドタウンっていい意味あれですよね、その都会に働きに行ってるみたいな、ベッドタウン。なんかさ、チャラもさ、都会で働こうと思ってももさ、あれだから高くてお金なくて買えなくて、ベッドタウン、その市街地、地元で働、そうなんですね、そう。大変なのかなとか思います。しんちゃんちちる、あ、そうなんですか、知らなかった。どう考えると田舎に住むか都会に住むかはどっちがいいだろう、決められない。可愛いのでフォローします。ありがとうございます。でもね、実は最近ベッドタウンを簡単に買えない。そうなんですね。そうですよね。高いですよね。じゃあどうしましょう。でも。2時間くらい通勤、大変だ。広島も悪くないけどなって、いや、いいですよ、悪くないというかめっちゃいいよ広島。いやいや、すごい芸能人パワーで港区しようって。そう、港区そんなに向いてるとか言ってそう、港区女子ね、
どんな方と結婚するの気になる。どんな方と結婚するか分かんない。私はどんな方と結婚すると思いますか、それか結婚しないと思いますか。いや、23区ぐらいにしときます。広島、日本、そうなんだ。タワマン、タワマンはね、好きですけど、ちょっと現実味がね。カープの選手、イケメンで優しくて役立ちました。いやどうだろう、エーサル結婚するかなしないかな。ねえリアル年下での営業マンと結婚したの分かんない。年上言ってないよ。お久しぶりです、岩沢さん。地球やばい、結婚するって思います。向いてそう、え向いてますか。いやそれ一生結婚できんって思いました。最近あー結婚できそうにない、向いてないわって思いました。どこかの国の王族、例えばウィリアム・サラみたいな。やばいじゃん。自分はロシア美女と結婚したい。頑張ってください。結婚しないよ。するとしたら誰かどするかなっていう話、まずそれを結婚できるか、できるというかしそうかなっていう話。ももちゃんと結婚したい。ももちゃんとドバイさんです。うわー楽しそう。何歳で結婚する、怒んの何歳だろう。結婚しないかもしれない。来年の3月には結婚できますよ。いいよ、嫁さんになるよ、さらちゃん。泣き泣き、めっちゃ泣いてるやん。私たち、泣いてるやん。めっちゃ泣きすぎよ。加藤茶さん、わかんない。ティッセイ、サラです。サラドバイ？でも将来外国に住んでみたい。ドバイでそう。ニキで結婚するとしたら、え？結婚？まあでもももちゃんかな結婚。あ結婚でもよく考えたら愛子さん、愛子さんしか勝ちません。なんかねもう愛子さんはねもう超なんかもうやばいんですよ。もう
ラブの方の好きになりますよ。そう、愛子さんミキサーで聞こえちゃう、わからないよそんなタキを探してるんですか。なんで。そう、愛子様はもうやばい、やばいくらいもうなんかなんて言うんだろう、もうすべてをも、すべてのことに長けているんです。そう、だから結婚相手として最高なんですよ。こんばんは。君に癒やされたい。愛子さん大丈夫か。葵ちゃん、狼くんの葵ちゃんですか。ないですね。どれだろう。いらっしゃる時あれもありますよ。そうそう、飛び蹴りされてた愛子さん。ね、あるね、強いね。あ、兵藤葵さん？あ、ごめんなさい。兵藤葵さんと同じだった？あー、あんまりないかもしれないです。でもめっちゃ可愛いですよね。めっちゃオーラあるし、もうすごい顔面がお強い。今日も美しい空の配信が見れて満足です。ありがとうございます。よし、あ、そうなんだ。昔はね、警報打ったら学校休みになったりしてたの、懐かしい。警報から出たら学校から帰ってたりしたし。ね、ピアノすごい。あいさん、いいあいさんになりそうね。かわいい。警報って見えない。え、そうなんですか。そうなの。逃げるやつなんですか。こんなさ、8月なのにさ、こんなに雨降ることないですよね。一気で結婚したいのは、結婚したいのは、あー、でもマイキューさんマイキューさんが可愛すぎるので、毎日も毎日愛を伝えたいですそう、ハロー、サラダリー、インドネシア、ハロー、インドネシア行ってみたい。 I want to go インドネシア。そう、マイキューさんかなマイキューさんマイキューさんの手料理を食べてマイキューさん、マイキューさんと、そう、ずっと語るんですよ、お酒を飲みながらそう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 、なのでマイキューさんあとは、でも2期だったら田中美穂ちゃんでもいい。田
田中里奈ちゃんにしようか。タウ JKT48 タウってどういうことですか。私が夫です。タウってどういうことですか。インドネシア語で。え、同じ学校で同じ部活すごっどういう運命。葵さんって愛媛県出身。愛媛県。マイケルさんって何県だ。愛媛県出身でしたっけ。どうだったっけ。 JKT48 あなた JKT48。 え、ありがとうございます。 Thank you。 あ、マイキューさんも愛媛県。愛媛県か。ダブル愛媛か。あれかな、フレイヤちゃんのファンの方かな。フレイヤちゃん好きですから。ポンジュースあなたにあげたいね。ロッチュ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 嫁の出身地知らんとかダメじゃないかバカだ。そうですね、嫁のそうですね、おバカだ。旦那失格です。そうですね、そうですね。フレイヤちゃんが髪切ったのがねめっちゃ可愛かった。サラちゃんがどうする。え、なんかツイッターでなんか見ました。そうなんですかね。サラも明日の公演出たいよ泣き泣き。明日の公園出たい。バス乗りたいバス移動したいよバスだけ乗せてもらいたいくらいバス楽しいんですよそう、サラもバス移動したい。まあでも明日は私は友達と遊びに行ってくるから悔しい。もう遊びに行くしかねえ、紛らすために。明日も仕事つらみんて。仕事行きたいいいよね、こんな行きたいって思える仕事 STU だけですよ。そう、影穴担当で行こうかな。いや、それか DMM のカメラマンとして行こう。みんなを可愛く撮ってあげます。漏れた角度探してあげますよサラン気づかれるからしれっとますね。あ、なんかさ、なんかリュックの中とか入ってからさ、こう閉じ込まってこうやって入っといて、なんかバーみたいなバー。あ、そういうこと。自腹で高松。あ、いいね。じゃあ自腹で行って、なんか当然のようになんか普通にみんなが集合するぐらいの時間にもう同じ会場に寄って、あ、おはようって言って、おはようって言って、なんか、え、なんでおるみたい な逆にサラがな、みんなになんでおるみたいなことつらで、なんか、え、なんでみんなおるみたいな、え、ってそう、関係者席でこうマナブさんっぽくこういますえ、お手伝いメンバーなんてあるんですか。行きたい。サラもそれで出たい。だったらなんでいるんってみんなに聞くんよそう、あ、そういうこと。じゃあサラもあれ前座します。
夕暮れ帰り道とか、あとあれレモンの季節、レモンの年頃とか歌って、そうみんなが言ってる間に差し入れはもらうみたいないや組んでないですよ、まなぶさん。そうバイト STU として帯同しようかと思います。レモンの季節は調査ないよそうないよ、そうレモンの季節じゃないかにゃ。今何分だ、うお36分。じゃあちょっとそろそろランキング読もうかな。安部さんハートありがとうございます。こんばんは、デンジマンさん、こんばんは。13位から読みます。13位、浅宗さんありがとうございます。12位、あ、かねさんありがとうございます。11位、しーさんありがとうございます。10位、もや太郎さんありがとうございます。9位、パープルアイさんありがとうございます。8位、ゆうりさんありがとうございます。7位、くっちゃんさんありがとうございます。6位、あきまんさんありがとうございます。5位、かっこゆうちゃんありがとうございます。4位、もりちごにちさんありがとうございます。3位、オレオーズさんありがとうございます。2位、けんぴーちさんありがとうございます。そして1位、あすべーさんありがとうございました。内側のパッツンかわいいです、パッツンにしました。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。バイビー。